今日は FC 琉球 VS 福島ユナイテッド FC の試合を見に行ってきました。というわけで試合前の選手のトークイベントの様子です。沖縄4年目になります。14番人見拓也です。よろしくお願いします。いやもう4年目ですか。あもうねルキやから4年もいるということで、2020年入団ですからね。確かですよね。あもう前節は素晴らしいゴール、おめでとうございます。はい、あと、こちらにいるのが皆さんご存知 FC 琉球クラブコミュニケーターの上原志也です。よろしくお願いします。今日もかっこいい。お願いします。今日も足長い。だいぶこなれてきましたね。慣れてきましたね。3回目、はい、いやもう新谷選手、はい、この2人選手分かるの言いたくなるよね。しょうがない。今日このねお二方来ていただいているので私質問準備してきました。人見拓也くんに質問です。はい、正直に答えてください。はい、日頃どこにいますか。買い物どこに行ってますか。もう4年目ですからね、やっぱジバゴコーヒーはもう見てるんですよ。行動範囲広がります。それ以外お願いします。基本的に買い物はハヤバルのイオンにいます。イオンさんありがとうございます。ハヤバル、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 ハヤバルのね、ハヤバルのイオン。声かけていいの。もうあそこ全然見かけたら声かけてください。ああ分かりました。どんどん声かけてください。キョロキョロしましょう。ハヤバルにも行って、ね、人見くん見つけやすいと思うんで、じゃあ見かけたらあでもバレないようにあそうね、長蛇の列来たら警備員さん来ちゃってね大変だからね。パニックらしちゃうから、ね、ハヤバルさん、はい、よくハヤバルのイオンにいるそうです。ありがとう。お願いします。平松選手もだいぶ負けてきましたけど、これは練習焼きですか、それとも海で怠けてるとかではないんですけど、どこの海行ったとかではないですよね。あでも行きましたよ。どこ行きました。ちょっと漢字の読み方が分かんないんですけど。おおいいよいいよ、言ってごらん、言ってごらん、漢字言ってごらん。なんか北名城、北中城、北中城、北に名前の名に城、北名城、北名城ビーチ、名城ビーチだったら女村の方でしたっけかな。海きれいなところ、南部の方、南部の方か。そうですそうです。あ私も平松くんに質問考えてきたんだ。何ですか。いいですか。沖縄の女ってどうですか。いや沖縄の女聞きたいな。どうあやっぱほら市町村でそれぞれさなんか違うじゃん、都道府県で女のなんか可愛さとか、はい、力強さとか違うと思うんですけど、はい、女性ですね。琉球のサポーター見てどうですか。なんかもう雰囲気がもうあったかさしか伝わってないですね、うん、タイプですかどうですか。もうドタイプです。ありがとうございます。もうやっぱいや私ねこの間ね実は終わった後に上原CCにもっと質問してきてよって言われたからすっごい考えてきたの。もっと引き出してください。やっぱりあじゃあもうこの後はちょっとあがりさんなんか考えてると思うから。もう考えてます。考えてないです。やっぱさなんかほらコンディションどうですかとかさありきたりなやつとか私は見ててもあんまりだわけよ。だから、ね、やっぱちょっと内部に行きたいということでやっぱ沖縄の女子どう思ってるかとかあと日頃どこにいるのかとかっていうのをね聞きたかったんですよ。なんか沖縄で、うんまあ、お酒飲む機会とかないと思うんですけど、どっかご飯食べに行ってここめっちゃ気に入ってるとかどっかあります。ちなみにおすすめ山さん多分短いと思う。まだ来てね、でこれ結構ハマったなって料理とかなんかありますか。でも平松選手来てもう2ヶ月ぐらい。おお。じゃあもう行ってますよ。行ってるどこ行ったかな。ちょっと自炊が多いんで自分あんま外食の回数多くないんですけど。自炊男子得意料理は得意料理ですか。得意料理サラダチキンです。やっぱ筋肉のこと考えて。自分でフィールしてんのあれ。自分でフィールして。偉い。胸肉。ああ胸肉。へえ。ほぐして。そうですね。でもソーキそばとか。おお。よく昼に食べ行ったりしてるんですごい美味しいなと思ってます。クラブハウスの前になかなかご飯食べる場所ないじゃないですか。そうですね。あのあとなんか弁当とか持って食べてるって感じなんですか。あ弁当を持って作ってくるときもあります、はい、じゃあみんな練習終わってどっか飯食いに行こうみたいなのあります。あもう全然あります、はい、仲いいんですか。仲いいです。もう直々の先輩なんで。あら、はい、立正大学大学の、はいはいはい、
はい、そうなんだ。よくしてもらってます。へえ、はい、俺の近くじゃないんですか。1個上。あ、そうなんですね。そうなんだ。じゃあ嬉しいね。瞳選手先輩なんですね。ねえ、瞳くんこう見えてみんな見えないです。大学の時どんな先輩だったんですか。ね、いいこと言えよ。ほら、いいこと言うやつな。いや、でも後輩からしてもいい背中だったんで優しいし。絶対嘘だ、はい、かっこいい。絶対嘘。あのめちゃくちゃ、ごめんなさい、あのクールなイメージじゃないですか、うん、瞳さんって、うん、なんかこういう一面あるよみたいなの。あの人にちょっかい出すの好きですね。あ、出される側じゃないの。出される側じゃない。待ちみたいな。多分後輩からはいじられないタイプじゃないですか、うん、多分きっと。先輩からはね、こう可愛がられるタイプだけど、もう多分先輩オーラ出すんじゃないですかね。おー、なるほどね。ね、そんな感じでしょう。スタッフさんからね、お二人 あのちょっとしたメモ情報をいただいていて、平松さんは字が綺麗。おはい、あ、モテる男子、自炊もして字が綺麗、そうモテる、嫁にできるやつ、歯が白い、うん、嫁にできるやつで、ちなみにひとみくんは綺麗好きだそうです。綺麗好きっぽい、はい、これはね、あのケイタマネージャーから聞いたんで、どんな選手ですかとか言って、綺麗好きですとか、字が綺麗ですとか言うから、ちょっと求めてたのと違うけどまあいいかと思ってね、持ってきました。でもだいぶ内部の情報なんで いいんじゃないですか。いいですよね、はい、なんか皆さんもなんかこういうのが聞きたいもの、質問ボックスみたいなのを作ってもいいかもしれないですね、今後、うん、私ほらちょっと横島な気持ちの選手にですね、あれしかない、そうそうそう、統一しかわからないんで。そうなんです、そうなんです。選手に統一してもなんか質問したいやつとかね、募集するのもいいかもしれないですね。これあの上原スイスイのね、あの権力を持って選手が必ずね、来てもらえたらこっちにも作っちゃって。そうですよね、当日に書いてもらう、もうすぐ書いていってもいいかもしれないですね、はい、今日この後ね、じゃんけん大会もやってもらう予定となっていますが、はい、どうでしょうか。もうそろそろじゃんけん大会に移っていこうかなと思うんですが、じゃんけん強いですかお二人。それはもう強いです。顔がただイケメンだった、ごめんなさい皆さん。え、ひとみ選手の謎の自信は何なんだろうね。え、勝ったら今日みんなひとみに勝ったって言っていいからね。いいだ、いいだ、俺今日ひとみに勝ったわって言っていい。ひとみ君はどう。僕はちょっと自信ないですね。あー、かわいい、歯が白い。よし、じゃあ今日また豪華賞品をかけたじゃんけん大会やっていきたいと思いますので、さあ皆さん、ホームでの試合ではこんなに選手に近いイベントを毎回してくれる FC 琉球って素敵ですよね。